ルービックキューブ超合金ともに生誕50周年のコラボアイテムになりますオタファの秘密基地オタフの秘密基地動画をご覧に皆さんこんにちはオタファです今日紹介するのはこれだ超合金ルービックキューブロボだ あー、全国のガングロン集結セアを待ってました。というわけで早速行きましょう。今年でルービックキューブ、超合金、ともに生誕50周年のコラボアイテムになります。もう皆さんルービックキューブはね、もう説明不要かと思います。あれです。あれがロボになるんです。で、今回はね、超合金のブランドなだけあってね、ずっしり重くて、手触りを重視するガング野郎には本当にたまらないですね。残念ながらこれはルービックキューブの機能はなし。純粋に、 超合金の変形ロボとして楽しむという感じですね。パッケージがおしゃれで、なんかのインテリアみたい。かわいくちょこんと。よーく見るとね、ルービックキューブロボが座ってます。かわいいパッケージの背面。もうこれそそるね。この変形ギミックがめちゃくちゃ楽しいです。ディスプレイスタンドがついてたりとか、超合金ギミックらしくミサイルを発射させることもできます。あっけーら。ハムロを使うときは気をつけてね。 中はブリスターになってます。おー、これがね、ドシッときます。重たい。本体と、あとディスプレイスタンドというシンプルな構成になってます。じゃーん本体取り出しました。このスタンドがおしゃれですね。昔ながらの超合金ロゴに、このルービックキューブをセットできるというやつですね。どっから見てもおしゃれというわけで、手元重っ <laughs> これね、ほんとびっくりするぐらい重いですね。全身合金の塊という感じです。ルービックキューブらしく、それぞれの、あの、カラーがたくさんありますね。ブルー、ホワイト。ホワイトのところは、ここにロゴがあります。ロゴ。で、ここの面はプラスチックですね。手触りが超いい。で、この間の部分とか、もう丸々合金です。レッド、イエロー、オレンジ、グリーン。様々な色があります。本当に重い。 こんな感じですね <laughs>。これもしあ、人の頭とかにぶつけたら、やばいんじゃないかなっていうぐらい、もうドンキですね。いい、いい、それがいいのよ <laughs>。というわけでね、お仲間。えっと、これはゴールドライターンですね。放映当時の復刻版になります。これもね、あの、知ってる人にとっては手触り気持ちいいんだよね。これに通ずるものがあるんだけど、重さ全然違う。はるかにこっちの方が重たいです。あとは前回レビューした、超合金。 超合金ロボ50とかね。ああいうのとこう一緒に並べたい感じですね。というわけでも、う早速変形させちゃおっか。ルービックキューブロボ、変形今回のオタファテクニカルレベル、そうだな、ズバリ2ですね。2。あの変形パターンはとっても簡単なんだけど、これ、最初の1点目がどこだかわからないと絶対変形できないぐらい難易度が高いです。 なので、一手目を探すっていうところから行くんだけど、目安は、オレンジ。これ、これだけ覚えておけば大丈夫。オレンジの部分だけが、ルービックキューブのように回ります。こう。こういう感じで回ります。実はこれがスイッチになっていて、一回戻すけど、これを回すと、ポコッと、こう出てきます。ブルーと、グリーン。これがポコッと出てきたのが、 これが横ですよっていうサインなんですね。オレンジを背にし、この向きになります。レッドが正面なんです。さあ、そしたら、ここ。ポコって飛び出たこの下のグリーンと、ブルー。これをこういう、こういう風に捕まえてあげて、このままグイッと下に引っ張ります。こういう風に持つといいかな。せーの。結構硬いです。 うん。今ガチッと下に降りたのわかるでしょうかこのまま行きましょうか。しっかり下に下ろして、これが足になります。で、ここを引っ張る。下に下ろし、回転。ここに爪かけがあります。これを使うと、足首が出てくると。面白 最初の一点目が分からないと絶対ここに来れないというね。ルービックキューブのその難しさみたいなのも、なんていうか、こう、この超合金ロボに落とし込まれてて、面白いわ。これで足の変形完了です。そしたら、このサイドの部分ですね。これは後ろから、オレンジのところから見ると、あ、一回ちょっと閉じちゃったから、もう一回こうやってやろうか。ちょこっと飛び出て,てます。 この飛び出たここが爪掛けになってるから、これで指入れてやる。で、カチッというまで引っ張ってあげます。反対側も同様。正面から見てみよう。指を引っ掛けて、カチッと出す。そしたらちょっと下に下げる。ちょっと下に下げて、回してやると。腕になると。ほおー、ここまで来ました。さあ、そしたら最後ですね。ここに指を。 入れてあげると、これカバーになってます。で、さらにこのど真ん中、ロゴの部分。このブロックを前方に出し、ここにあのビスがありますよね。ここら辺に軽く指を入れてあげると浮き上がります。これで頭部が出てきて、カバーを閉じ、前方に頭部を持ってくれば、 変形完了ルービックキューブロボだ <laughs> おー、もう俺これ大好きめっちゃいいですねあの、変形パターンは全然難しくないんだけど、ちょっと頭を使うんだよね。あれ、最初どうだっけみたいな。ルービックキューブの、あの、難しさ、みたいな。のと、このチョゴキの気持ちの良い変形。これが見事に融合しています。おー、大きさもいい 大人の僕が手で持つとこんな感じですね。ガツンときます。頭部も見ていきましょう。いい顔してんだ、これが。これがいい顔してる。いわゆる、あの、ちょっとコアな人向けに言うと、これ、どんぐり顔っていうのかな。村上勝志さんの描く、あの顔ですね。あのテイストの顔って感じで。素晴らしい。このバイザーに当たる部分もメッキになってますね。ゴールドライターのような、ちょっと彫刻になってて、 で、えっ、ー、と、この額のところにルービックキューブのマークかな。おしゃれおしゃれめちゃくちゃいい顔してますね。口元があって。飽きのこないデザインですね。うん、ここの部分が残ってます。はあ。この一つ一つのパネルのな、なんていうかな。これが変形したような感じがしてね。この色使いとかもおしゃれだよね。足首にはメッキが使用されています。あと手首にメッキが使用されています。 このメッキの使い方もいいよね。頭部。ロールします。それから腕。気持ちの良いクリック。それから腕が動くのはここまでですね。それから足。足はフリーポーザブルになってるんで、えー、こういう感じですね。さっき体育座りのポーズがありましたよね。こういう感じにできる。ちょっと早速体育座りさせてみようか。うん。こんな感じですね。 かわいいですね。かっこよくもあり、可愛くもあるという。本当これ絶妙だな。絶妙なバランスです。ちょっともう一往復しようよ。何往復してもいいぐらいだな、この動画で。めっちゃ気持ちいい。これずーっと。あのー、なんていうかな、こう、握り石って皆さんご存知ですかね。あの、ちょっと手持ち蓋さでポケットにちょうどいい感じの石をこう忍ばせてんのね。で、ポケットの中で触るみたいな。この握り石の感覚。 子供の頃、レストランとか外食するときにさ、ちょっとポケットに1個2個おもちゃ忍ばせたくなるじゃん。あんな感じの、その、なんていうかな、手です。手心地がいいんだよね、すごい。頭部入れて、カバー閉じる。まあ、どのように進めても、ある程度は OK ですね。もうこれで腕が入っちゃいます。これも曲げて、この隙間分押し込む。細かいところであの小技が効いてる感じですね。つま先しまって。 で、回転、曲げて、で、ここも隙間なく押し込むって感じですね。で、こっちに持ってくると。これ最高だろこれ最高だこれ、あの、布教したいな。超合金とか知らない人に布教したい。で、これで最後にこうやって押してやる。で、あの、ここにね、ロック、位置決めのロックがあるんで、これパチッと止めてあげるような感じ。 これでもう元に戻りました。えーいいね。あ、あの、ってことは、えっ、ー、と、独立してるので、頭から変形させるっていうのもありだね。こんな感じで。すると頭だけが出るのか。<laughs> かわいい。かわいいね。まあ、こんな感じで自分のやり方見つけるのもありですね。目安にするものを探してください。オレンジ。ルビックキューブらしくね。これいってやると、これが出てくるから。 あ、腕ここなんだなっていうのがわかる。で、えー、足の中心部ここだからこう持ってあげてグッと引っ張ると。これ結構渋みがありますね。グッと。引っ張ってあげて。回して。ある程度どんな風に変形させてもちゃんと形になりますね。あの、慣れたら自分で好きなやり方探してもいいかも。 こしょ。で、爪掛け使って腕を伸ばして、反対も、このようにしてあげれば、おこれで変形完了ですね。素晴らしい。<laughs> 素晴らしいな。この、なんていうのかな。この手触りを重視して、いろいろおもちゃ遊んでる、遊ぶっていうのも、あの、コレクションしていくっていうのもありだよね。こういうのが1個2個あっても。 いいよね。大きさ的には、いつものガンダムくん。ロボット魂よりも、ちょっと大きいですね。重さはもう、全然違う。というわけでね、ゴールドライターも、ちょっと変形させよう。と思ったけど、<laughs> これの、ね、変形も、ちょっと見てみたくないですかちょっと、あの、紹介しますね。ここ開いて。これ、初めて見るっていう人もね、世代じゃない人はいるかもしれないよね。こういう感じで。足が出てくる。そう、ゴールドライターって、これ、ライターなんですよね。 今の時代ではちょっと考えられないかもしれないんだけど。まあ要するに、あの当時のちびこが憧れるものの中におそらくね、ライターがあったのかなと思いますね。これ当時大ヒットしましたね。あれよあれよといううちに。変形完了これがゴールドライターです。これも手触りが超気持ちいいロボなんだけど。おおルービックキューブロボの方がお兄ちゃんですね。こうカックンとなってて。 やっぱ通ずるものあるなぁ <laughs>。この系譜ですね、もう完全にこれは。ゴールドライターンの仲間たちってスコープライターンとか電磁ライターンとか何々ライターンなんだけど、もうこれキューブライターンって言われても違和感ない <laughs>。キューブライターンじゃないかっていう, <laughs> いう会話があってもおかしくないぐらい。うん、溶け込んでますね。で、これ、これ系が好きな人にとっては本当にたまんないと思う。これですね、超合金のこのスタンド。 このメッキの部分が綺麗ですね。シンプルに超合金と書いてあります。で、この、こう三角になってるやつなんだけど。これが、ここが開いて、こういう風になります。で、要するにロボの時も、キューブの時も、このスタンド使えるよってことですね。わー、これは、両方の50周年に超ふさわしいアイテムだなこのスタンド含めてちょっと変形があるっていうところも面白いよね。この手触りの気持ちよさ。 があるよ、ね、ちょっと最後にあのもう一回一応復しようぜ。<laughs> これずっとやってられんな。ずっとやってられます。今もう手順とか多分めちゃくちゃだと思う。僕が今思いついたところからどんどんやってんだけど。まあ何とか言うように自分の,あの気持ちいいやり方探してもいいよね。行きと帰りで違うやり方でもいいと思うし。カチッと入れて。 うん、頭だけ出してちょっと堪能するのもいいよねでこれ倒してあ奥に引き込んでから倒してで奥に押し込むとこうねでもう一回変形させましょう最後にあのちゃんとした手順でいこうかぐるっと回すこれで引っ張るで足これ止めない限りずっとやってんな <laughs> ちょっとしたふとした時にガングってさなんか触りたくなんないその時にちょうどいいなこれあとは超合金のロボットってどんなだろうっていう人にも本当におすすめこれ触ればあ超合金いいなってなると思いますこれはこれのねあの僕たちの世の中にはいろんなおもちゃあるけど、うん、やっぱね合金トいには合金問いにしかない良さあるね良さあると思わない ひんやりとさ、今の時期、ちょうどもうちょっとで寒くなるじゃん。ちょうどこの手ご、手触りがちょうどいいんす、ね。あ、落ちょちゃった、危ね。おぉ、気をつけないと。あ、そうだね。そうだね。<laughs> 各部稼働するからね。あ、で、横ロールもあるんだった。そうだ、横ロールもあるんだよ、これ。うーん。いろいろ、いろいろポーズ撮らせてみると面白いかもしんないな。あの、いわゆる可愛い系のプロポーションなんで、これかっこいいというかね。 どっちかっていうと可愛らしいプロポーションなんで。割とどんな、あの、ポーズも合うと思うよ。おー。変形しましたね。一通りの遊び方は、こ感8。あ、ごめんごめんごめん。ギミック忘れてたわ。ここを押すとミサイルとして、ここの赤いパーツが発射できます。ちょっとやってみよう。せっかくだから、ミサイル発射ポーズにしたくないこんな感じで。 で、ここを押すと。どんぐらいかな初めてやってみる。せーの。ああめっちゃ飛ぶうーん。これ結構勢いあります。スイッチの位置がここなんで、まこれを紛失するってことはあんまりなさそうだね。というわけで今回の超合金、ルービックキューブロボのレビューいかがだったでしょうかま今日はレビューというかもう思いっきり遊んだわ。<laughs> とっても楽しいですあの、レビュー、あの、 さっきも言ったけど、超合金を初めて知るぞっていう人にも本当にいいし、まあルービックキューブのファンの方とかね、なんかこう、グッズとして持ってたいなっていう人もいるだろうし、あのー、その手触り、手触りを重視してなんかガングを買ってるんだな、だよっていう人とか、ちょっとおしゃれなものが好きとか、そういう人におすすめですね。もう難しい説明、これはいらないんじゃないかなと思いますね。このデザイン、このギミック、もろもろ、刺さったなと思った人にね、強くおすすめします。 気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画は面白かったなという方、チャンネル登録と厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。僕は、あのね、初めてここ来た方のために説明すると、他の超合金のいろんなロボットレビューしてるんで、も、まあ、もしよかったらぜひ、あの、見ていってください。あとはね、どんなことでも結構です。あなたからのコメント。あ、もしよかったらじゃあ、何にしようかな。超合金にまつわる思い出行こう。超合金と聞いて、な、なんか思い出ありますかね。僕今パッと浮かんだのは、 <laughs> 人に聞いといてパッと出てこないけど、超合金といえば、えー、っとね、いや、やっぱ戦隊ロボかな。えっと、はじめ、えっとね、えー、でもうん、あのさ、お兄ちゃんガング野郎に聞きたいんだけどさ、あの、ビデオ戦士レザリオンってあれ超合金ブランドじゃないよね。 合金めっちゃずっしり使われてるんだけど、あれ超合金ブランドじゃなかった気がするな。ま、なんだけど、そ、それじゃないとするなら翌年のフラッシュキングだな。俺にとってのは初めてはデラックス超合金のえ超新星フラッシュマンのフラッシュキングでしたね。あれは嬉しかったな。で、誕生日が近かったからね、コンボイと、コンボイも買ってもらって、コンボイとフラッシュキングという。 思い出がすごいありますね <laughs>。もしよかったらあなたの超好きのどんなことでも結構なんでね、えー、コメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おどうでした生誕50周年、おめでとうございますガン 我فنك